どうも、こんにちは。セノーテの女神のコーナーでございます。えー、私、カジ塾がですね、カジ塾の久保がですね、まあ、マヤ文明の奥ゆかしさと素晴らしさについて、いろいろと語っていこうかなと思うコーナーですが、前回ですね、私がですね、宗教っていうのは一体何なんでしょうかっていうクエスチョンを、セノーテの女神、リノアちゃんの方にね、お送りさせていただきました。返信の方ありがとうございます。今日は私の研究室から、ちょっとね、珍しい画像をね、見ていただきたいと思います。画像というかね、 こういった絵なんですけどもいかがでしょうか反対ですかねこれは反対ですねやっぱりマヤの神々が空を飛んでいるところですねそしてこちらにはですねはいあのいわゆるトーテムポールのような遺跡ですこちらの方にマヤの歴史と王が書いてあるわけなんですけどもマヤ文字っていうのはここの部分ですよね、はい、でマヤの 数字っていうのは非常に多岐にわたってまして、たくさんの数字の単位があったわけなんですよ。え例えばですね、86億4千万年を1単位とする、うん、まあ大きな単位がありましたあ。これはね、ブラフマと呼ばれるんですけども、主には前文明では、あまあウィーナル、金という小さな単位から、トゥン、バクトゥン、カトゥンという大きな単位まであったんですね。だいたい5つのそういった単位が、 あよく利用されていました。これはまあ農業を中心に繁栄した国家だと言えるからなんですよね。で、農業を中心に、えー、発展した国家、そうやって人口を支えていたわけなんですけども、なんで農業がね、人口を支えるに至ったかというと、いつ雨が降って、いつ収穫をして、いつ種付けをするべきかってことを、天体の運行、つまり、えー、太陽の運行とともに行っていたわけなんですよね。で、空の、そういった 天候が読めるのが神官と呼ばれてましたまあ、今でいうと気象予報士みたいな形だったんですけども当時は空の星の運行によってですねいつ頃雨が降りそうかっていうことを言い当てられるっていうのは一つの神的な能力だったわけなんですよねまあ、ですんで天気予報士、気象予報士たる身分の人が神官というまあ、そういった位を設けてました神官というのは非常にですね位が高くて おおよそ、今で言うと、もう政治家の国会議員みたいな感じですよね。まあ、ですんで、圧倒的な権力を持っていました。そして、気象予報をする能力があれば、進化には慣れたわけですから、気象予報をする、そういったスキルをですね、やっぱり一族がずっと秘匿していたってところがあるんですよ。で、その一族がどこからその知恵を得たかというと、これは分かってないんですよね。おそらく、宇宙の彼方からやってきた過去の、 前文明の先祖たちが自分たちの家系を絶やさぬように自分たちの権力をまあ、ここから思想に伝えるためにずっとね、えー、情報統制をしたんではなかろうかというふうに考えられるんですよねまあ、でもそうは言っても一族の中でいろんな考え方がありますので時を経るに従ってそして繁栄とともにその情報ってのが徐々に 国の民に知らされていいいったんではないかなかと思います、まあ、そうなると新管を希望する人が多くなってきてしまいにはですね、えー、その新管の増えすぎた人口を支えるための農業に従事する食料生産に従事するそういった位の人がねと足りなくなってきたんだよなこの思うんですよ。まあ、言ってみればマヤ文明ってのは食糧難によってその滅びの引き金を引いたとも言えるんですけどもその発端というのがねマヤ文明の,この国の在り方にあるんですよ。 例えば、パレンケっていう小さな都市国家がありました。ウズマルっていう都市国家もありました。キカルっていうところもありました。こういうふうにですね、人口にしておよそ数千人から1万人程度の小さな都市国家がたくさんマヤのあのユカタン半島に点在して、それぞれの自治をまあ守っていたわけなんですよね。そしてそれぞれの土地で採れた農作物によって自分たちのわずかな数千人から1万人前後の人口を養っていたというのが まあ当時のの姿だったのかなですんでそれぞれの都市国家にそれぞれの王様がいたわけなんですよそして王様同士が連絡を取っているかというとこれはほとんど取ってなかったですよねただしかし食料の問題が出てきた時にどうしてもよその土地に出かけていかなくてはならなかったんですよそこで起きたのが、まあ、いわゆるね戦であり戦争であり時には球技ってものを要するにゲームですよねサッカーのような球技を持って勝敗を争っていたってことになります そして、勝ったチームと負けたチームで、それぞれのペナルティを分け合って、そして、全滅を避けていたってところがあるんですね。でまあ、残酷なようですけども、どちらの国の人口を減らすかという、そういうふうなね、掛け事をしていたというのかなと思います。ですので、お互いを値出しにするというよりも、許容できる人口を残して、うん、少なくとも一人でも多くの、まあ、命を大切にするために犠牲になるべき。 数を選んんだのかななっていうところなんですよ、ね、まあちょっとそういうふうな形で優思思想でではなないいすす。けどもね、あの人口の選別がが行われてた節があるかなと思いますでそれが繰り返されていっていつしかマヤ文明そしてマヤという都市国家全体に、えー、だいぶ格差が出てきましてねそして過疎になる都市国家も出てきたわけなんですよ。で徐々に失われた国家ができてそして繁栄する国家ができてという形で、えー、今でいうとね、まあ、日本みたいなもんですよね。 都市部に人口が集中して地方は過疎になっていくという形でどん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 地方の方は人が住みにくく治安が悪くそして食料も行き渡らなくなってくるという問題が起きてきたと都市には全てのものが集中してそこでまあ繁栄と栄華を極める少数の人たちが最後まで生き残っていったんですが結局この何ですかね一つの大きな地域っていうのは 都市国家一個で成り立つわけではないんですよね。やっぱりそれぞれの公益を持たなくてはいけませんし、物流も持たなくてはいけませんし、うん、やっぱりこう、移動することによって、それぞれの産地で取れたものを食べたりとかね、それから災害が起きたら別の土地で住み直すってこともありました。うん、特に この前の地区っていうのはスコールもありますしねそれからものすごく炎天下ってものもあったりとかそれから水の恵みっていうのがあの薄間新田川一本で基本的にはできてますんで非常に不自由だったわけなんですよねそして最後にはもう神様に祈るしかなくなったんですが残念ながら神様がね、えー、来ることはなかったということで前文明は徐々にその勢いを消していったのかなと思いますただここでちょっと不思議なことが起きるんですよ 前文明が衰退するのとやっぱりね前後してですねあの今で言うとメキシコシティ中心部にテノティティトランというねそういったあ町ができるわけなんですよ。それがね当時ティオティワカンとも言われていたんですけども,もうケツアルコートラのあ眠る地と言われて今で言うと父カがこの上に浮かんでいる足で組んだあの島なんですよね。 人工島なんですよ。でもそこが首都になって、なんとそこではね、2万人の人口を要していたわけなんですよ。近くには太陽のピラミッドや月のピラミッドっていうのができまして、それをちょっとね、お見せしようと思ったんですけどね。太陽のピラミッドっていうのはすごいですよ。これですね。えー、こちらです。太陽のピラミッド。おそらく、エジプトのピラミッドに匹敵する大きさです、これ。もう大きすぎて写真に映らないですね。えー で、この前に死者の大通りっていう大きな通りがあって、その横に月なピラミッドっていうのが横にそびえていました。えー、実はこの太陽のピラミッド、上部にですね、神殿があったらしいんですけども、今は取り壊されてなくなっています。すごい大きいです、これは。うん。えー、これがですね、高古天気と言われて、600年から西暦900年までの出来事です。で、当時、マヤにはこうやって翡翠の仮面とかがね、出動したりとかね、王様のデスマスクが出てきたりとか。はい、これが、 ティカルの写真ですね。切り立った特徴的なピラミッドです。ものすごく階段が急です。そしてこちらはパレンケです。パレンケの太陽の神殿ですね。うん、この上の部分のモチーフ、こちらにはですね、金が張り巡らされていたということでございます。で、近くにはヒモンの神殿っていうのがありまして、そこには王のパカル王というね、パレンケのパカル王の歴史が刻まれていたということでございます。こちらは確かベリーズだったかなちょっとすいません。えっと、マヤ文明高古天気、コパンですね。 コパンです。コパンの遺跡です。コパンっていうのは、ティオティワカン、あ、違う、あの、先ほどのね、パレンケからすぐ近くですね。その他にジャガーの翡翠の仮面がここにあります。これはジャガーだと思います。まあね、ちょっと図鑑が重いんでね、こうやってなかなかお示しできないんですけども、こうやった金細工も出てきてるわけなんですよ。ですんで、かなりね、豊かで身分があったかなと。前、うん、文明が、うーん、まあ、 大きな流れを作ったその後に、ちょっと時間は経つんですけども、こういう風なね、これ見てください。マチュピッチュですよ。これはペルーにある空中都市ですね。なんでこういうところにこんな都市ができたのかっていうの分かってませんけども、かなりの犠牲が、あの、生贄が捧げられたみたいです。すごいですね。その他ね、お見せすれば切りがないんですよ。これはボランパクの壁画ですね。特徴的な。 非常に色,色鮮やかな、豊かな色彩で描かれています。はい。まあ、他にもね、いろいろお見せしたいものがあるんですけど、キりがないですから、この辺にしておきましょう。まあ、いろいろとマヤ文明のことを、あの、かいつまんでお話しさせてもらいましたけども、セノーテの女神にね、ちょっとね、ここでご質問があります。なんでマヤ文明は滅んだんでしょうか。今、私たちは、パンデミックに襲われていますけども、なんとか、 あ未知のウイルスと歩調を取って一定の犠牲は出ましたけどもこれからも人類は繁栄を続けていくと思いますただ繁栄っていうのはどっかで止まるんですよね人類っていうのは増えすぎれば結局は自己淘汰っていう運命をたどるまあそういった運命にあるかもしれません今日本は少子高齢化という人口が少なくなっていくところが問題になってますけども実は地球上に増えすぎた人口っていうのは 今80億人を超えたと言われてますけどもどんなに頑張っても200億人はとても養えさないそうなんですよ。そうなってくると今のバランスでエネルギー問題食料問題分け合って足りるか足りないかっていうことになるとおそらく100億人でピークアウトしてしまうんではないかなというふうな計算もあるわけですよね。でそういった地球規模で考えても100億人だというふうに考えられてる時に。 マヤという限られた土地ではおそらく200万人が限度だったんではないかなというふうに考えられます200万人というと多分岐阜県の人口ぐらいにしかもう匹敵しないんですよねでマヤってのは本当にこう日中は暑くてスコールが湧いてそして伝染病も流行りやすくて水ってのは非常に得にくいそういった落とし殻でございますで食料ってのはね本当に生産が難しくって時には 1>, 1年間収穫を目指して耕していたものが全滅するってことも結構あったんですよ。そうなったらそれぞれの都市国家っていうのが本当に存亡の危機で王族しか生き残んなかったりとかして非常にね苦しい歴史をたどっていたんだなというふうに考えたりもします。ただ正確なことは何も分かってないんですよ。分かってないので非常に私も断片的にお伝えしたことと仮説をいくつか打ち立ててそれぞれの仮説がお互いに矛盾をね 生じてるかもしれませんそのぐらいマヤ文明っていうのは研究が進んでませんしまあなんと言ってもねあの大切な記録っていうのがドレツデンコデックスその他を残してですねほとんどが焼き打ちされてしまったんですよねですので非常にもったいない話なんですけども私たちのマヤを知る知恵っていうのは限られてるんですよねそしてマヤの民族ケシュア族っていうのがいらっしゃるんですけどもその人も根血のクオーターを最後一人を残す限りで もう子孫もいないということで完全に、えー、寝返しになってしまったのかなっていうことこですよねまあ歴史というのはこうやって新しい文化文明が生まれるのと同時に古い文化文明っていうのは新しいものに同化していったりもしくは完全に消滅していったりとかいう運命をたどるものでございます私たちもねいつかそういう風な運命をたどるんではないかなと思いますけども願わくはね願わくは 私たちが滅びようとも私たちの思いや平和を思う気持ちとかが次のこの地上を支配する何らかの生命体に引き継がれますように願うばかりでございますはいえり、ー、のちゃんねえー、ということで何で前文明滅んだんでしょうかちょっとこの辺で考察をいただけたらと思いますそれでは本日は以上ですありがとうございました